まず北さん の,、はい、あの拡張する写真の話と、はい、スネ夫の髪型問題 の,、はい、あの動画2つ拝見して、はい、北さんがおっしゃってることってもうアニメーションの歴史、はい、そしてアニメが今 2.5 次元とかフィギュアとか、うん、3D とか VR メタバースに な,、はい、なりいろんなことに広がろうとしてることと、うんうん、全く一緒だなっていうふうに思ったんですよ、はいはい、だから今日は北さんの動画全2回と、はい、アニメやゲームや漫画の世界がいかに今シンクロしてるかっていうお話をさせていただければなと思っております、はい、ありがとうございます。お願いします。前回前々回と、うんうん、まあ去年の暮れとにあの2回目の起用論文、博士課程、京都芸術大学の博士課程の起用論文、うん、でそのちょうど1年前ぐらいにあのワリード・ベシティっていうアーティストで写真の拡張、はい、まあ社会システムを使って作品を出すっていうことで、二次元平面の世界だけに写真っていうのはあの収められて、まあ、印画紙にプリントするっていうだけが写真の表現領域ではなくて、写真概念を拡張して考えるともう少し写真っていうものは大きく捉えられるんじゃないかっていうことをまず一番最初に動画でちょっと喋らせてもらって、うん、前回出た時には写真の物質性っていうことについて、はいはい、うん、少し話させてもらったというのがあの前回までの話でした。つまり漫画のスネ夫が立体になった場時になぜ違和感があるのか、ね、そうです、そうですね、はい、なんかそれは実際3次元になる時にどういうふうに、うん、あの表現をされるのかっていうことなんかがすごくあの写真の物質性における問題、うん、そのイメージの中で起きていることと現実世界で感じることっていうこととの、うん、あのギャップをどういうふうに埋めていくのかだったり、まあ、そこはギャップとして表現をしていくのかってことだったりとかってことが、うん、あの今後の写真の表現領域の中でも重要になっていくんじゃないのかなっていうのが、うん、あの問題意識としてあったところですね、はい、まずその北さん の,、はい、あの動画を拝見して、はい、アニメの歴史を簡単にちょっとお話しさせていただきたいんですけど、はい、うん、はい、まあ、大きく日本のアニメって 2D、はいはいはい、平面なんですよ ね, 平面 で, すね、はい、で、まあ、アメリカやその西洋のアニメーションは、はい、今かなり 3D アニメ、はい、ピクサーとか主流じゃないですか、はい、でこれはなぜなのかっていうと、うん、その日本ってもともと線と面で、うん、はい、平面でその森羅万象を理解する、うん、なるほど、民族というか人たち で,、はい、うん、でしかも遠近法という概念が西洋と違ってないものですから、うんうんうん、多視点である、うん、でそれがその浮世絵絵巻物そして漫画アニメまで、はい、こう脈々と受け継がれてるんですけど、うん、西洋は彫刻、うん、遠近法、はい、あとはねそれこそ地中海性気候で、うん、日本みたいにこう日差しが平坦ではなかったっていう説もあるんですけど、そうですね、こう立体的に物事を捉えるのが好きだったから、うんうん、実は常に物事を立体で捉えようとしていた、うん、例えば昔のディズニーのアニメーションは日本のアニメのように鉛筆で描かれてるんですけど、はい、当時のパッケージ見ていただくと、うんうん、パッケージは 3D でその DVD で描かれてるとかってことなんですか。そう、つまり西洋の人たちは森羅万象を立体で捉えたかった、はい、元々、うん、だからピクサーが現れて、はい、あ、コンピューターで立体化できるんだと思った瞬間に一気に一気にそっちへ向かったってことなんですね。ただ一方でやっぱりこう反アメリカ的な立場を取り続け、はい、ジャポニズムの影響を受けたフランスなんかは、はい、うん、ヨーロッパの中の国でも、はい、実は未だに 2D アニメーションをやってるんですよね、うん、ただその北さんの動画を見て思ったのがアニメの世界も、はい、まだ写真なかったですから、はい、なぜこの世界にあるものを自分は見て感動するのか動くことが素晴らしいのかってことを書きたくてですね、うん、その書いていったと、はい、でその書いていったものを今度動かしたいっていう思いが強まってきていて、うん、はい、でその高畑勲監督がアニメの始まりは12世紀の絵巻物だっていう言い方をしてるんですけど、あの長寿戯画ってこうものすごい長いあのこうロール状 の, その絵巻なんですけど、同じキャラクターがいろんなところに描かれてるんですよ。でそれをこうくる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 こう回していくと、この時のウサギとカエル、この時のウサギとカエル、この時のウサギとカエル、実は当時の人はこう動いて見ていたはずなんですよね。なるほど、なるほど。
巻物っていうメディアの特徴を生かして その中に時間軸を感じさせるような仕組みになってたってこと、ね、そうなんです、表現方法として。ああ面白いですね。でおそらく北さんがおっしゃっている、うん、その写真がどんどんその拡張していくっていうことは、はい、うん、おそらくその日本人においても西洋人においても、はい、目の前にあるものを何とか絵で描いて動かしたいっていう拡張の歴史だったと思うので、はい、うん、まあ、そこに非常にこう共通性があるなっていうのがまず一つ目のなんか僕の感動だったんですよね、はいはい、ありがたいです、まあ、まさにおっしゃる通りで、あのおそらくその3次元の世界を2次元平面に写し取ってくるっていう写真の歴史っていうのがやっぱり一つあって、うん、やっぱりそれおっしゃってたみたいに西洋とやっぱ東洋とっていうか日本とでやっぱ多分感じ方も違っていてっていう意味で言うと、そこの中にどういうふうにリアリティを感じるのかっていうところと、あとは逆にそれがリアルなのかどうなのかみたいなこととかは結構あの重要な問題であっていて、で多分あの2回目の論文で書かせてもらったシャーロット・コットンはその二次元デジタルによっていろんな加工したり二次元の平面の中だけに起きているあるリアリティ、それはもうあの実際には脳の中で物質的にあるもの、手触りがあるかのように感じれてしまうものがあのだんだん出てきてるでしょっていうことを多分言っていたんだと思うんですね、うん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 、でじゃあその、実際にそういうふうにある、感じてしまう二次元の世界だけのリアリティを実際物質世界の方に持ってこようっていう動きが今後出てくるだろうっていうことが、多分二次元世界、まあ、これから多分出てくるメタバースとかも含めて二次元のバーチャルの世界とこっちの3次元の実際の物質世界と行き来するときにイメージっていうものがすごく重要な役割を果たすんじゃないのかなっていう部分だと思うんですね。で今までその写真っていうものがイメージの世界、モチーフの世界だけで語られてたけれども、さっきおっしゃってた高畑さんのその巻物、まあ巻物で表現するっていうのはメディアで表現するっていう部分になると思うんですけれども、イメージだけではなくイメージが乗っかっているメディアも語れる表現領域だっていうところが多分今後重要になってくるんじゃないのかなっていうのが、多分1回目のベシティと2回目のシャーロット・コットンを含めてあの共通して考えている問題意識の部分だったと思うんですね。つまりそれまでこう和紙に描かれていた一枚の絵の中で、見てる人はその中にさまざまな動きを想像していたんですけど、絵巻物でこうしたら動いて見えるじゃんそういうことですっていうのが、それこそアニメーターたちがパラパラ漫画の一枚一枚描くとパラパラパラってなるノートの端っこと一緒だんだん動くようになってきた。そういうことです。だからやっぱりその人間がもともと持っている世界を認識して何とか表現したいっていう思いが、アニメにおいては絵巻物、そしてまあそれこそ手塚治虫さんのアニメもあるし、ディズニーの影響を受けたアニメもあるし、宮崎さんたちが作ってるアニメもあると同じように、写真もこれから平面から様々な方向に進化しようとしているっていうことを多分北さんおっしゃってる。そうですね、多分写真っていうのはもっと本当は広い領域がもともとあったはずなんですけれども、やっぱどうしても世界をカメラを通してレンズを通してカメラを通して、2次元の平面紙の中に落とし込むっていう領域の中にやっぱ押し込めてきすぎちゃったんじゃないのかな、その中で感じれるリアルとリアリティの話だけの領域になってたと思うんですけれども、まあ、デジタルによってある意味で今まで隠されちゃってた部分が暴かれてきてるというか、っていうところがやっぱり出てきて、いろんな可能性が出てきている。でそれに気づいて多分いろんな表現方法に多分なってくるんだと思うんですね。一枚の紙の中で一枚の写真で表現するっていうだけではなく、その例えばコラージュをすることで何が起きるのかとか、視点をそのだかあの西野さんなんかはやっぱりその一つはあの西野宗平さん、西野宗平さんのこの間情熱大陸に出られた、面白かったですね、やっぱり一つの一つの目で一つの世界を見るっていうわけではなく、多数の視点を入れて大きな世界を見るっていうような、でそれはまた別のリアリティを見る人に多分感じさせるっていうような世界になっていくと思うんですね。多分そういうことが多分写真の領域の中でもいろいろ起きてくるっていうふうになっていくと思うんですよね。あの西野宗平さんの作品を見てね、あのあこれ宮崎さんと一緒だなと思ったんですよ、で西野さんもその富士山の、入り口から山頂まで、自分が目にして撮った写真を貼り合わせて一つの絵にしてるじゃないですか、で宮崎さんはその現場のスタッフにまずね、一枚の写真は嘘だって言うんですよ、みんなこの写真の通りに世界は見てないでしょうと。どう見てるかというと、宮崎さんの場合ですよ、
こう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 だって言うんですよ、はいはい、つまり自分が見たいものを一つのレイアウトの中に全部書いて押し込めるのが我々の仕事の面白さである。で僕よく説明するんですけど、うん、千と白の神隠しに登場する湯屋、はいはい、あれ縦長ですよね、建物ですね、はい、であれはカメラがこう上がっていくために長い絵を描くんですけど、うんはいはい、下の方は煽りなんですね、はい、で真ん中は正体なんですよ、はい、で屋根は、はい、普通にリアルに写真で撮ったら屋根瓦は写んないんですけど、はいはい、屋根瓦は描いてあるんです。あ、つまりアニメって多視点なんですよね、はい、そういうことですよね、ただ実際はそれがもともと描かれてる絵としては引きで見たらリアルには描かれてないってことですね。こういうふうにカメラが上がっていくような動きの再現になってて、こう上がってくるのとは違うってことですね。そうなんだ。だからハウルの動く城も、はい、下から見上げたカットのように、はいうんうん、なぜか城の上にあるものも書いてあるんですよ、ねはい、面白いですね。でこれは人間は物事を実はそうやって見てる、うん、だけど写真で撮った瞬間にそれがまあ固定化されちゃうんですけど、遠近法にとらわれちゃうってことですね。そうなんですよね、はい、それから実はアニメーションというのは解放されてきている、うんうん、むしろそっちの方がリアリティを感じるってことですよね。そう、あのアニメの現場ではリアルとリアリティは違う、うん、なるほど、面白いですね。リアルはただ書いてあるだけ、はい、リアリティはもうだよねみたいな、うん、もうそれあるそれある、はいはい、そのパンに乗ってるチーズむちゃくちゃトロトロして美味しそう、でもやってみるとそんなには伸びないっていうことですよね。でも見る人はそこにリアリティを感じる、はいうんうん、だから写真の世界もそれを今やり始めてて、うん、むちゃくちゃホットな瞬間なんだなっていうふうに、ね、あの動画見て思ったんですよね、はい、いや面白いですね、うん、本当にそうだと思います、うん、はい、うん、まあ、でやっぱりそれがすごく重要になってくるっていうのは、うん、あの二次元、まあ、リアルの世界とリアリティってものはちゃんと違うものだっていうこととかを、うん、多分あの理解することってすごく重要で、多分イメージの世界と、その現実世界物質の世界っていうものをやっぱ今後行き来する時に、うん、まあ、すごく重要になってくることで、うん、要は本当に入り込むことも今後多分メタバースとか VR、AR ってことでは当然出てきますし、うん、あの意識だけが向こう側に行ってその世界に没入したり体験するってこととかは、まあ、当然出て今までもあったことで、うん、多分その世界を行ったり来たりすることっていうのは表現の中でもすごく重要になってくると思うんですね、うん、でそれをすごくうまくやったのはやっぱ村上隆さんだったと思うのは、はい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 、村上隆さんのやっぱ彫刻を3次元のものであるにもかかわらず 2.5 次元って表現するっていうのは、うん、そのさっきおっしゃってたそのあの西洋の彫刻、はいはいはい、何でも3次元に捉えよう、うん、あれは多分時間軸も含めた4次元の時間の世界観をその立体物として時間を止めて定着させて、まあ、劣化しない石みたいなものに、うんうんうん、その定着させて3次元として残そうっていうのが多分彫刻のスタート地点だと思うんですね。西洋芸術のスタートですね、はい、彫刻みたいなのはギリシャ彫刻だったりとか、まあ、アニメもそこから始まってるから 3D 化が進んだ、はい、そういうことですよね、うん、でも一方でやっぱり2次元のさっき言ってたみたいな絵巻物みたいな平面の世界から立ち上げてくるその3次元っていうのもあって、うん、そういう意味で言うと村上隆さんは西洋のあの4次元を3次元に変えていくっていう彫刻とはやっぱ手法が逆方向に向かっていて、2次元の世界でみんなが感じていたリアリティを3次元世界でどういうふうに感じれるようにするかっていうような形で彫刻を作ったのがやっぱりあの他とは違った得意点だったんだと思うんですよね。なるほどね。あのね、僕村上隆さんのフィギュアを見た時に、はい、みんな日本人はこれあれとあれとあれとあれじゃんって言うじゃないですか、はいはい、だから日本人の中ではね、はい、なんかアニメや漫画を使ってアートをしているっていうふうに思う人もいるんですけど、うん、実は逆で、うん、日本文化が漫画やアニメで表現してきた最大公約数を実体化した人が村上隆さんで、うん、だから西洋の人は、うん、そうだあんたたちがやってることを我々が分かりやすくしてくれたのがあなただからってことで多分評価されてるんでしょうね。はい、まさにそうだと思います。うん、だから本当は脳の中で二次元の世界にいた時はみんなは
それに近いものを想像してたはずなんですよね。そうですね。で、それ、うん、それを2次元の中で留めといてくれればあまり文句はなかったのに、うん、ある時それを3次元で彫刻だって言われたとして、ちょっとまあみんなびっくりしたんですね。そう、あれあれとなったんですけれども、でもやはりそういう表現のそこにああいう形で出してくるっていうところにやっぱ表現の領域があって、あ、単にそれをリアルにスネ夫の問題と一緒ですけれども、うん、それをリアルにやるってことに意味があるわけではなくて、うん、それが2次元世界から3次元世界に出てくるときにどんな表現の方法で2次元世界にあったリアリティをこちらの3次元の実物世界、実世界の中でも感じさせられますかっていうことが多分表現の領域だったんだと思うんですよね。もうまさにそれはアニメーションがやってることで、うん、いくらリアルに描いてもらしく見えないんですけど、そうです、ね、やればやるほどです、ね、早く走るっていうのを描くときに、はい、早く手を動かしてダメなんですよね。ああ面白い。いかにその体が脈動していて、はい、カーブを曲がるときにこうじゃなくて、はい、こうなっちゃったりすると、はい、現実にありえないんだけど見てる人はそう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 、そっちの方が感じリアリティを感じるってことなんですよね、うんうん、だからよくその日本のアニメはね、はい、その漫画のアニメ化ばっかりじゃないか、オリジナル作品が少ないのは問題だとかっていう人がよく業界でいるんですけど、はい、僕はその違うと思っていて、はい、例えばその鬼滅の刃、はい、あれは漫画を平面で読んでる人が、はい、頭の中で想像していたものの 3D 化がアニメなんですよ、うん、だからその火の呼吸、はい、水の呼吸、はい、あくまでも静止画としかしか描かれてないものをすごいアニメーターたちが本当に動かしちゃったんで、みんな拍手喝采している、はいはい、脳の中で起きてた時間軸を再現して見せてくれたってことですね。そう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 、それがアニメの面白さだし、面白いですね。おそらく北さんのおっしゃる写真も、その写真という現実であるという幻想の中に押し込められていたものをデジタル化によって解き放たれた今こそカメラを使い、そうです、ね、コラージュを使いテクノロジーを使い無限の可能性が広がってるんだってことを、うん、まあ、おっしゃろうとしてるんだなというふうに思ったんですよね。そうです、その現実世界の3次元を2次元に変換するだけが写真のやれることではなくて、うん、それは全体にもっといっぱいある写真の可能性の一部でしかなくて、そのアニメの人たちがやっている2次元の手書きの平面の問題を3次元にどう起こすかだったりだとか、次元を行ったり来たりする時の問題と本当はすごく親和性が高くて、写真も3次元を2次元にするだけじゃなくて、2次元の世界をどう3次元で表現するかだったり、2次元の世界を3次元でどう体験させるかってことも重要だったりとか、2次元の世界の中にどう3次元と同じような体験をさせるかってことだったりっていう、そういう問題がそのイメージ、これからの世界、生きていく中でイメージとどう付き合っていくかっていう時の、うん、全てリテラシーの問題になってきたんだなっていうのはすごく思うんですよね。なるほどね。多分ね、そのおそらくなんですけど、はい、そのアートとか、はい、その現代的なものに、はい、その嫌悪感がある方々、はい、現代アートに、そうそう、はい、例えばリテラシーとかね、はい、コンテキストとかって言われると、はい、なんかみんなちょっと なんか分かった人だけ分かったのふりしてんじゃないってみんな警戒するんですけど、はいはい、歴史的なハイコンテクストなこともありますけど、うん、本当は自分の中でにある経験と結びつけることも全然コンテクストですからね。 その人の人生そのものがコンテクストで、そうですそうです、それでいいんだと思うんですよ ね、うん、見知らぬ言語、見知らぬお話を聞いたときに、うんうん、そのお話を理解するために他の話と結びつけながら再編してそれを理解しましょうっていうのが1980年以降のアートの理解の仕方なんですよね。それがないと絶対に理解ができませんっていうふうになっていったのが多分コンテキストの始まりで、それよりも前は彫刻は彫刻です、もうそれだけで価値がありますだったんですよね。でも人に理解されて初めて意味が出てくるっていうふうにアートの仕組みが変わっていったっていうところが、なんで観客がなので観客が分からない、意味がわからない、何も感じない、嫌い、不快っていうことも含めて全て観客の中で最終的に答えが出るっていうふうになっていったのが多分アートの歴史なんだと思うんですよね。じゃあアートは分かりにくくなってるんじゃなくて、分かんないもんなんだと思います。見る人の助けを借りなければ本当の表現にならないという分かりやすに向かっているから、そうですそうです、結果分かるもの分からないもの多様性が生まれてるっていうことですね。そうだと思います。
あの意味は、見る人の中で最終的に生まれるんだと思うんですよね。だから見る人の数だけ意味もあるしっていう風にアートは変わっていったっていうところが、なのでこれはもう This is 何って言えなくなってきたというところが多分面白いところだと思うんですよね。それだから分からないを楽しめるようになるっていうのが一番現代アートの面白いところなのかなっていうのが、ある時突然あれはって思いますから、気づきますもんね、あれあれあれって思うところがやっぱり面白いっていう感じがしますね。いやだから今日やっぱりその北さんの前回前々回の動画を見て思ったことは本当に鳥肌立ったんです僕恐縮です。で要はその僕は絵を描かないね、まあ、ただのお手伝いですけど、その宮崎さんやアニメーターが日々何してるかっていうと、紙の上に存在しないものを見る人の力を借りて、本当にトトロはいるんだ、あいやまさにその通りですね、っていうことを連続して描いてるんで、見てる人は感動するんですよね。だから多分写真というのは、ある時代まで因果史にそれが映ってしまうっていうことでちょっと停滞した時期もあったけど、デジタル化とメディアの多様性によってもっと無限なことができるようになったっていうことなんですね。そうですね、まさに、多分、写真っていうものはこういうものですっていうふうに ある意味で決めてきただと思うんですね、絵画とは何かっていうふうに考えたのと同じように、写真はこういうものだってある時代にそのメディアの自立性みたいなことでやっぱ考えてきたんだと思うんです、いろんな人たちが、それはすごく重要だったと思うんですけれども、それがいろんな、写真全体もしかしたら僕らは多分写真の本質そのもの全てにはやっぱたどり着けていなくて、で多分本当はもっといっぱいある可能性があったにもかかわらず、テクノロジーの領域の限界とあとカメラと因果史に頼らなきゃいけないっていう部分で、第1回目そうですそうです、それで狭めてきたんだと思うんですね。でその中で表現をするっていうことで写真の表現としてきた。だけどそこには本当は写真っていうものをいろんな広く捉えればもう少し表現の領域っていうのはあったはずなのにっていうことに気づくと、多分リアルとリアリティの付き合い方だったりだとか、あとはそのイメージ、まあ、写真に限らず平面の世界と、まあ、時間軸を含めたら3次元だったり4次元の世界とどういうふうに自分たちが考えて、その中で描かれていないけど感じれるものだったり、さっきおっしゃってたようなあるあるみたいなことだったり、没入して自分の中だけで起きる出来事みたいなことだったりっていうことがどういうふうに起きるのかってことを多分もう少し考えたり、そのための作品みたいなことっていうのが写真の領域の中でもあってもいいんじゃないのかなっていうのが研究の中ですごく思ってきたことだったんですよね。いやー面白い。ちょっとね、これからもいろいろ研究させていただいて、いつか多分写真もアニメもゲームもメタバースも一緒になる日が来て、でその一緒になる日っていうのは実は遠い未来じゃなくて、いやそう思います、人間の脳の中がもう因果史なんだから、そうですそうですそうです、あなたが感じるものが作品です。そうです。どれもトリガーでしかないというか、写真を見るのもそうだし、アニメを見るのもそうだし、漫画を見るのも全てそういうメディアを通して何かを感じるっていうのはトリガーでしかなくて、その時にどういうふうに脳が快感を覚えるかっていうことのトリガーになるものを表現っていうんじゃないのかなと思うんです。なるほどね。そうするとアニメと写真を別々に考えなくてもいいっていうことをなんか今日とか話しててすごい思えたの で、 そうです、ね、非常に面白いですね。いや僕もなんかこんな共通性があると思わなかったです。本当に面白かったです。いやいやありがとうございました。